熊本地震本震発生から5年となった令和3年4月16日、阿蘇市では市長や市役所の幹部職員らが黙祷し、地震で亡くなられた方々の冥福を祈りました。午前10時、市役所玄関脇に佐藤市長や市役所幹部職員らおよそ60人が参列して、犠牲者の多かった西の方向を向き、 市内に向けて一斉に鳴らされるサイレンの音に合わせて黙とうしました。阿蘇市では、熊本地震という未曾有の震災を風化させないようにと、平成28年熊本地震阿蘇市震災記録誌を発刊しました。記録誌は A4 番32ページからなり、阿蘇市内の被害状況や地震に直面した際、 何を考え、どのように行動したのかなど、貴重な教訓や被災者へのインタビューなどで構成されており、1万3000部が制作され、阿蘇市内9300世帯や学校などに配布されました。地震から学んだ大切なな命をを守る安安心安全な街をつくっていく決意であります